次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナフレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、なにそれ、テレ。はあ？ガーデナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいからリゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー楽しみだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。どんな武器が欲しいんだ？ほら、受け取ってくれ。また寄ってくれ。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。ご苦労様。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
またお越しくださいませ。そうか。どうした、イグニス。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。じゃあ次の機会に。明日にはちゃんと出るのかしら。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ、船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで。出ねえよそれ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。あ、ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。ようこそお越しくださいました。獲れたてのお魚はいかがですか。メニューはこちらです。こういうのがいるみたいよ。それじゃ、頼むわね。よろしくお願いね。それじゃ、頼むわね。あんまり無理はしないように。食べたわ。